五島列島の一五島列島は九州西方にある列島。長崎港から西に1 0 0トルに位置し、北東側から南西側に8 0トルにわたって大小合わせて152の島々からなる。五島列島の風景五島列島は、全島が長崎県に属し、人口は約7万人となっている。自然海浜や海食がけ、 火山景観など複雑で変化に富んだ地形で、ほぼ全域が再開国立公園に指定されるなど豊かな自然景観を有している。島々には多くのカトリック教会が点在し、長崎の教会群とキリスト教関連遺産として2018年に世界遺産登録がなされた。昭和時代には東、シナ海で創業する漁船団の先端基地として栄えた。 近年漁獲港は減少しているものの、現在も漁業が重要な産業であり、海産物が名物である。なお、五島列島とは、学問的な呼び名であり、現地の会話の中ではあまり使われず、地元や九州地方では単に、五島ということが多い。五島列島の地形図長崎県に属する五島列島は、九州本土の西に位置している。全域が、旧松浦郡であり、 かつ、再開国立公園に指定されており、北東側から中通島、若松島、鳴島、久嘉島,島、福江島の5つの大きな島及びその周辺の小さな島々からなる。長崎県には非常に多くの島があるが、五島列島は多くの島々が本土や他の島とは少し離れた位置に密集しており、後島と総称されるまとまりを形作っている。 島々は連なった山々が海に沈み高い部分だけが残って溺れ谷となった複雑なリアス式海岸線を持つ地形である。五島列島は北東から南西に長く伸びているため全体を大きく二つに分けて五島最大の福江島を中心とする南西の島々を下五島二番目に大きな中通島を中心とする北東部を上五島と呼ぶこともある。 現在の行政区域では、下元島が後島市、上後島が南松浦郡新上後島町に属する。江戸時代に後藤藩の中心であった福江島には、下後島の呼び名はあまり使われないが、上後島は中通島以上によく使われる呼び名である。中通島の北にあるウ島、小鹿島と周辺の島々は、現在の行政区域としては、 五島市及び新上五島町には含まれず、佐世保市及び北松浦郡小地町に属するが、歴史的つながりや地理的まとまりのほか、フェリー、貨物線航路、警察の管轄区域などが上五島と共通していることから、五島列島の一部とみなされることが多い。国際水路機関による定義では、最も南西の福江島生誕が、 日本海と東、シナ海の境界とされている。ただし、一般的には、五島列島周辺の海域を日本海と呼ぶことはほぼ皆無で、五島列島は東、シナ海に浮かぶ島々と紹介されることがほとんどである。五島列島の島々、太地は友人島、配色は市長に対応する。木、佐世保市、緑、小地下町、青、新上五島町、 桃、後藤市、オレンジ、西海市。それぞれの島の面積、人口は2005年10月1日時点である。なお、佐世保市、北松浦郡、小地町の範囲についても記述する。後藤市南松浦郡、新上後島町、北松浦郡、小地町、佐世保市、後藤列島に人が住み着いたのは早く、一部には旧石器時代にすでに人が住み着いていたという。島では、 旧石器時代以降、縄文時代や弥生時代の遺跡が非常に多く発見されている。日本人の先祖の大部分がどこから来たのかについては多くの説があるが、五島列島は最近でも中国やベトナムからの難民を乗せた船が何度も流れ着き、また台風の時は中国漁船の避難場所にもなっており、中国大陸南部から海流に任せて流されれば五島に着く。 可能性も十分にある。非全国風土器にも、五島の開始は、要望、早とに似て、常に記者を好み、その言語は俗人に異なれりと記されている。五島では、島々が密集していながら、地続きではなく、全体としては、かなり大きいと言える。五島列島のどこにいても、大抵海が見える。このような自然環境は、魚老民には大きな利点であった。 一石などから考えると、縄文時代の生活は、同じ時代の本土と変わらないものであったが、その後、弥生時代になると、本土発祥の生活様式などがやや遅れて、後藤に伝わってくるようになったと思われる。ただし、時代が下っても、平安時代には、後期検討士が最後の気候地とするなど、本土から距離があるとはいえ大陸に近いということもあり、 中央の文化と長く隔絶された状況ではなかった。古事記の国海において、イザナギイザナミが大発集を生んだ後、さらに、小島、小戸島、大島、女島、近島、両子島を生むが、この中の近島が、五島列島である。古くは、福江島を、大地と呼び、上五島の島を、小地と呼んでおり、現在行政区画上ではたまたま、 五島列島に入れられていないものの五島列島の一部として、その北に位置する小ジカ島が、その故障の名残とされる。日本初期、天武天皇4年夏4月18日の上に、三位や左俗王に、罪があって、稲葉に流罪とした際、その子らを、伊豆大島と共に、近島に流したとある。両子島についても、五島の南西に離れて浮かぶ、男女群島のことであるとするのが通説である。 五島列島に比してかなり小さい男女群島は現在の行政区画では五島市に入るが、この島も女島灯台が設置されるなど近年に至るまで重要な島であった。これらのことからも古代において五島列島や周辺の島々が中央にもよく知られていたことがわかる。その後、中世に至るまで五島列島の政治勢力に大きな変化は見られなかったが、 鎌倉時代以降は、松浦水軍の松浦島に属した、宇宙が勢力を伸ばし、宇島から五島列島のほぼ全域を支配下に収める。宇宙は14世紀後半に、宇島から拠点を、五島列島の南端で最大の島である、福江島に移し、玉の浦治めの反乱による衰退などを経ながらも、松浦島の中心勢力を統合した近接する。 平戸島の平戸松浦氏とも良好な関係を維持しつつ戦国大名となった。また戦国時代には和光東目で貿易商人の王忠氏が乳氏の協力の下で活動の一拠点としている。このように中世以降の歴史においても大陸や朝鮮半島に近いことが後藤の運命を決定している。種ヶ島への鉄砲伝来にも 主導的な役割を果たしたと言われる、王忠氏は、五法王忠氏の名でも知られるが、この五法とは、後藤の別称である。五という数字を尊ぶ中国の発想から、大和における地下の島は、中国からは、五法、または後藤と呼ばれるようになり、それが日本にも伝わって、後藤の呼び名が定着したと言われる。その後、豊臣秀吉が九州平定を達成すると、 福祉党首住春はこれに侵入して1万5千国の領地支配を認められ、前後して後島氏と姓を改めた。後島氏は朝鮮出兵においても小西行長軍の一部として戦っている。江戸時代の後藤列島は大半が福江藩後藤氏の領地となり、小鹿島とその族投及び中通島の最北端部は平戸藩の領地となっていた。このか。 福江藩の分家として、福江島富江に富江神屋を置いた富江領があり、中通島の一部などにも富江領が存在したが、福江領と富江領の領民間で、漁業権などをめぐる衝突がしばしば起こった。古島市の領地は、明治維新に至るまで続き、異国船の往来が増えた幕末に、石田城が築城されて、今日も、福江の中心部に美しい石垣が残っている。 明治に入り、富江領は本藩へ合併されたがほどなく、廃藩地県となり、福江県、平戸県を経て、現在のように長崎県の一部になった。その後、鎖国政策の江戸時代には、辺境の離島であった古島にも、文明開化の波が押し寄せ、地政学上の重要性から大瀬崎灯台や、女島灯台などが建設されている。昭和の時代においては、 海産物の水揚げや新しい加工技術の導入や養殖の増加に加え太平洋戦争の戦果をほとんど受けなかったことや産後島の特産物がブームになるなどの幸運もあり後島の人口は増加していき最盛期には15万人を数えたこの間1962年には後島の中心地福江市の中心市街地が全焼する福江大火による大規模な被害を受けたが 経済成長の時代の勢いもあって見事に復興して、むしろ市街地の近代化に成功。後藤藩の城下町とはいえ、離島の小集落という印象が強かった、それまでの福江市街地を生まれ変わらせている。近年では、後藤全域で人口が減少に転じ住民の高齢化も進んでいる。平成の大合併によって、後藤の行政区画が大きく、 後藤市と南松浦郡新上五島町に集約されたものの過疎高齢化が著しく進んでいる。若年層が当該へ出て就職するケースが多いため若者の就労機会を増やすための取り組みがなされている。道崎天主堂聖佐が裏天主五1566年にイエズス会宣教師のルイス・デアルメイダラが後藤にも来島してキリスト教の布教を行っている。 これを受けて、翌年に、領主育順帝のこの育順行が洗礼を受け、1571年に、家督を継いで、キリシタン大名となっているが、後藤のキリスト教は、その直後からと臣秀吉や江戸幕府による、キリスト教禁止政策よって一度は、ほぼ完全に衰退している。秀吉の時代には、九州各地にかなり、キリスト教が浸透していたが、 キリシタンへの迫害が始まると多くは、帰郷するか潜伏キリシタンとなった。1597年に、長崎で殉教した日本26聖人に中には、後藤出身の聖ヨハネ後藤毛利現在では、福江島の道崎天主堂に、彼の殉教を記念する像が混流されている。その後、江戸時代中期に、後藤藩は、大村藩領からの開拓民を移住させる。 働きかけをし、1797年、外見地方から108名が後藤へ移住した。そのほとんどが潜伏キリシタンであったようだが、ここに後藤におけるキリシタン信仰が秘密裏に復活した。彼らが藩から土地を与えられたことを知ると、外見地方からの移住者が続々と増え、その数は3000名以上にも上ったと言われる。しかし、 後藤藩ではキリシタンに対する厳しい取り締まりはあまり行われなかったものの、今日のように信仰の自由が制度として保障されていたわけではなく、また、移民という立場から、後藤の主だった港や平野部ではなく、山間部の壁地や陸路での往来が困難な、奥まった、小さな入り江などに移り住んで、小規模な集落を作った例が多い。後藤の潜伏キリシタンは迫害の時期にあっては、 このような集落に隠れ住むようにして密かに信仰を維持し、特に明治新前後の激烈な迫害を耐えた。幕末の1865年、長崎の大浦天主堂で、浦上の潜伏キリシタンが信仰を表明し、これ以降続々と長崎各地で多くのキリシタンがその信仰を明らかにし始めたが、新党国境権目的のため、 江戸幕府のキリスト教禁止政策を引き継いだ、明治政府は、明治最初期に、浦上四番崩れと呼ばれる、悲惨な宗教弾圧を引き起こした。この頃には、後藤各地のキリシタンにも、長崎で指導を受けた信徒によって、カトリックの教義が伝えられて、多くのキリシタンが信仰を明らかにしていったが、これに対して、後藤藩はキリシタンを捉え、後藤崩れと呼ばれる弾圧を繰り返した。 区下党では200名の信徒がわずか6坪の牢に8ヶ月間も押し込められ40名以上が死亡するという悲惨な牢屋の作事件が起こっている。このような迫害を耐え隠れて信仰を守り抜いた五島のキリシタンたちはその後明治政府の方針転換によってキリスト教の信仰が認められると五島各地に次々と聖堂を立てた。 これらの教会は小規模のものが多いが、長崎にある日本最古のカトリック教会の国宝、大浦天主堂（建立直後といえる時期に建てられすでに100年以上の年月を経ている建物もあり、その後建てられた比較的新しい教会群と共に、今も五島のカトリック信者の心の寄り所となっている。また、明治期にカトリック教会に復帰することなく、 先祖代々からのキリシタンの信仰を受け継いでいる隠れキリシタンの人たちもいて近年は過疎化や生活習慣の変化のためその信仰伝承は途絶えてしまったところも多いが今も隠れの信仰を守る人もわずかながら存在する古東は現在でもキリスト教徒が比較的多い地域で人口の10%以上がカトリックである 劣勢調査中のドミンゴス、中村長八神父のような有名な後藤出身の信者もいる。後藤の人にとっては小学校からカトリック信者のクラスメートがいるのはごく当たり前のことであり、今はカトリックと仏教など多宗教との間に宗教上の争いなども特にない。後藤列島で合わせて51カ所のカトリック教会があり、 教会のある風景は長く五島の日常となっているため、京都五島のシンボルとして皆に愛されている。2007年1月23日には文化庁が長崎の教会群とキリスト教関連遺産のユネスコ、世界遺産暫定リスト入りを決めた。長崎県内に住にある構成資産のうち、五島列島では4カ所の教会が構成資産に選ばれている。 石田城北の丸にある、五島観光歴史資料館大瀬崎、東大五島は、九州本土と離れており、大きな工場などもないため、大瀬崎東大などの雄大な景観や、美しい砂浜など、手付け数の自然が残っている。素朴な風土やキリシタンの歴史を物語る多くの古い、カトリック教会など、五島の観光は、他では味わいがたい風情がある。 検討市の停泊地であったことから検討市に関する文物も残されており、福江島には道の駅検討市ふるさと館。後藤へは空海も、島への往復の際に立ち寄っている。世界遺産登録が視野に入り、地元でもキリスト教会軍の保存や観光活用の動きが活発になっている。後藤の玄関口といえる後藤市の港近くには、 日本で最も新しく完成した日本式の城である石田城の城跡があり、後藤市のシンボルとなっている。元は幕末の国防城の必要性から高松城に次いで日本でわずかに例名となる海城として完成したものであるが、後藤市の港湾埋め立てにより現在は港よりやや内陸に位置している。石田城には天守閣がなく幕末の同時期に完成した 正木城や五稜郭のように実践に使われた立和等も残っていないが、城の構えとなる石垣は比較的よく保存されており、周囲を走る道路からも確認できる。また、城の本丸跡には1900年設立の長崎県立五島高等学校の校舎が建て替えを、へながらも設立当初より一貫して建っている。明治維新後に旧福江藩の当主であった、 後藤森光公により本丸の敷地が後藤の教育のため県に寄贈されたことによるものであり、全国的に城石を利用した学校は少なくないが、本丸跡に建っている校舎は非常に珍しい。堀や石垣の中の天守閣があるべき位置に歩いて登場するように通学する高校生は100年以上続く後藤市街地の日常風景となっている。石田城の石垣の中には、 後藤高校の他にも、二の丸後に後藤市庭園、北の丸後に後藤観光歴史資料館や後藤市図書館、後藤市福江文化会館などがある。後藤市街地から望める鬼岳は山頂がなだらかな曲線を成しており、全面が芝生の公園となっているため、陶器以外は家族連れの姿が多い。後藤福江空港もこの鬼岳の北側三福を開いて建設されている。 古島は本土と離れた位置にあるため工場等がほとんどなく空気が澄んでいるため市街地を一歩出ればまさに降るような星空が見える。この条件を生かして鬼竹の山頂付近には鬼竹天文台も設置されており夏休みなどには特に子供連れやカップルに人気が高い。鬼竹周辺にはこの他ゴルフ場やリゾート施設、温泉施設などもある。 外海に囲まれた五島列島は海産物の恵みが豊富であり、九州本土からの個人、ツアーの釣り客が多く訪れている。五島全域に釣りのポイントが多いだけでなく、福江島の高浜海水浴場を、はじめ多くの海水浴場があり海のレジャーに訪れる観光客が多い。夏休みの間は無人島での地引き網体験の実施や、海底が見える。 観光用グラスボートの運行などもあり、家族で楽しむことができる。福江島の五島自動車学校では合宿免許の受け入れにも力を入れており、以前より福岡方面の若者に夏場の観光を兼ねたプランとして人気が高い。観光の土産物には良質な海産物やその加工品のほか、TV などで取り上げられることが増え全国的にも有名となってきた五島うどん、かんころ餅、 上質なことで知られる椿油などが評価が高い。多くが市街地の土産物屋や空港や港の販売店で購入できる。五島うどんはその名の通り五島の名産品であり、椿油を練り込む手延べ製法とそれによる、最面ながらの強い腰と茹でた後の伸びにくさが特徴。独特の製法の起源は不明であるが、一説では、遣唐使が唐から伝えたものであり、 日本全国のうどんの元祖であるという。後藤観光を計画する際には、後藤市観光協会や、後藤市観光ポータルサイトなどで、名所やおすすめコースなどの情報収集をすると良い。後藤福江空港に中期中のボーイング737型、キジェットホイール、ペガサス、長崎港と後藤を結ぶ九州商船のフェリー、万葉福江島には、後藤福江空港があり、島外から、 五島列島までのアクセスは飛行機が便利である。長崎県内の離島便として、長崎空港から福江空港に1日3往復の便があるだけでなく、福岡空港からも1日3往復、または4往復の航空便があるため、東京や関西方面からの乗り換えにも利便性が高い。福岡便は観光客や都会に就職した五島出身者の帰省の足となっている。 以前は8月の2週間程度、関西国際空港から福江空港までの直行便が運航されていたが、利用客の減少に伴い現在は廃止されている。なお、上五島には上五島空港があるが、90年代からの中通り島へのジェットホイール機構に伴う利用客減少により2006年度から定期便がなくなっている。県外からの上五島訪問には、 長崎港からのジェットフォイルの利用が良い。県外からは、福岡からの飛行機が便利であるが、海の多い長崎県らしく県内の交通は、船が便利である。福江島への船便は、長崎港から福江港のフェリージェットフォイルがあり、特に、ジェットフォイルは、長崎港から85分で、長崎市の街市と五島市中心部を直接、結んでおり、一日四便以上、 繁忙期は6から7便の運行となることもあって、当該からのアクセスとして人気が高い。また、長崎港と福江港の間には、フェリーも通常1日3便運行しており、こちらは時間がかかる反面料金が安く、フェリーであるため車での来島にも利用できる。この他には、博多港から福江港へのフェリーがあるが、 距離が長いため1日1往復の運行である。長崎市、小島市はどちらも港町として発展し、市街地が港から広がった経緯があるため、現在でもフェリーやジェットホイルが発着する港のターミナルは市街地に直接接しており、市街中心部から徒歩で行ける。長崎港のターミナルビルは平成7年、福江港のターミナルは 平成17年に完成し、地元民以外にも分かりやすく、使いやすい構造になっている。上五島へは、長崎港から福江港へのジェットホイールの一部が寄港するほか、佐世保港からのフェリー、高速船もある。充実した島外とのアクセスに比べて、島内のアクセス網は弱い。島内での移動は、車が中心となっている。五島列島は、島同士は、 お互いに隣り合っているがほとんどが佳境されていない。鉄道路線はなく、人口の多い福江島でさえ路線バスも本数が少ないなど、五島の中での公共交通は不便である。島民の日常生活は車社会となっており、福江島や中通島はある程度の大きさもあるため、辺境の小さな島というイメージで、徒歩旅行のつもりで来島すると交通に困ることになる。 五島列島を観光するならば一度に五島全部を見ようとせず観光する島を絞って事前にレンタカーや貸切タクシーの予約をしておくのも有効である。五島藩の城下町であった福江では当時から商工業が見られたものの元来五島では大多数が反応反漁の生活であった。現在ではこれに加えて観光も五島の主要産業となっている。 五島列島の周囲は日本屈指の工業場であり、外目の中の複雑な海岸線に育まれた上質な鮮魚や貝、エビなど魚介類の宝庫といえる。このため、五島列島のどの島でも漁師が多く、小型漁船による比較的近海の漁だけでなく、以前は東、シナ海方面の遠洋漁業で非常に潤った時期もある。上五島では古くから捕鯨も、 盛んに行われていた。五島の海産物は古くからよく知られている。現代においても五島の水産物は味が良く、例えば五島のアワビは現代でも中国で最高級品とされるほど評価が高いと言われる。また、スルメの産地としても古くから知られており、五島の特産品である大型の水イカのスルメは古くから五島の一番スルメとも呼ばれ。 最高級品として珍重されている。土産物にもなるアワビやスルメだけでなく、五島ではどこでも新鮮な海産物が手に入り、寿司屋や海鮮料理店も多い。近年ではインターネットによる通信販売なども盛んになり、都会でも手軽に味わえるようになっている。五島列島では複雑な海岸線を生かした養殖漁業も盛んに行われている。 高級魚のブリやマグロのほか、アコヤガイ、真珠の養殖も盛んである。2015年には近畿大学と豊田通商が五島列島の福江島で近代マグロの一貫、養殖拠点となる施設、ツナドリーム五島を開設している。比較的平地の多い福江島などでは稲作も盛んである。夏場を過ぎると台風の被害を受けることが多いため、 近年では温暖な気候を利用して、和瀬の栽培が一般化しており、多くの田では8月のお盆休みくらいには稲刈りを終えてしまう。しかし、豊富な水産資源に比べると土地にはあまり恵まれておらず、山勝ちで平野が少ないため、稲作よりもむしろ畑作が比較的多い。火山排出の土地も耕作向きではないためか、近世の干所伝来以降後藤には、 干渉が根付いており、干渉を薄く切って、天日で干した、コロと呼ばれる干し芋や、これを餅に混ぜてついた、干頃餅という緑色の餅菓子は、五島のシンボルである。サツマイモ以外にも、タバコやクワなどの作物が、五島の農家の主な収入となっており、温暖な気候を利用した果物や花の栽培、五島牛などの畜産も盛んである。上五島の中通島では、 洋上のメガフロートを利用して、国策の石油備蓄基地の一つとして、上五島国家石油備蓄基地が建設されている。島影を利用した洋上備蓄は我が国唯一のものであり、本土から離れた五島では大きな国の施設は珍しく、移植の存在となっている。原則として希望日の5日前までに申し出れば、いつでも見学可能。2006年、 五島列島近海での石油埋蔵の可能性が高いとの政府発表があった。詳細な調査はまだこれからだが将来技術的、経済的に採掘可能となれば五島列島近海に海上油田ができ五島列島にもさらに石油関連産業の施設が作られるかもしれないという期待も出ている。このほか五島列島の最北端にあり 佐世保市に属するウクトウでは、ドイツのフォトボルトデベロップメントパートナーズ、ゲームベーハー社などの企業連合による太陽光発電所、ウクトウメガソーラーパーク事業が進行中である。ありがとうございます。